あ、第一駐車場です。温泉の匂いがする。うわ、ね、何台ぐらいだ。あ、でも結構いるな、やっぱりな。こっちがバルトロの75で、重量測ったらですね、だいたい18キロありましたね。こちらカブママのディーバ、これもね16キロぐらいあるそうですね。本当に大丈夫かどうかよくわかんないんだけど、天気もねめちゃくちゃ良くなった。本当一瞬やばかったけど、さあ行きましょうか。登るのはですね、皆さんご存知の合戦尾根ですね。北アルプス三大キュートの一つと、まあ、呼ばれてますが、まあ、僕らはどこ歩いてもキュートなんで、まあ、一緒なんですけど、ここをですね、まあ、頑張って怪我をしないように登っていきたいと思います。ちょっと登れるかね、これ。第一ベンチです。よいしょ。さすがに誰もいないな。あ、こんにちは。ちょっとね、水場って言ってもまだ第一ベンチなんで水なんか全然減ってないんだけど、せっかく来たんで水飲みに行きます。軽いね、体が。血が通った気がする。さすがに17、8キロ下ろすとめちゃくちゃ軽いわ。お、水場発見。でも結構降りるな、これ。また登るのが面倒っち。水場ですね。よいしょ。くくって。こっから湧いてますね。おお。すごい。水を。
初めて。7時20分じゃあ第1ベンチから、第2ベンチに向かってきます、はい、まあ基本的にこんな道がずっと続くわけですよね。もうこれだもん。19キロ。うん。よいしょ。階段だ。一歩一歩が重いね。今ですね、だいたい標高1740。8時ぐらいですね。いや超スローペースで来てますけど、まあ、今日は重い荷物を背負ってますので安全確実にね、来ようと。さすがにこの高度だと空気がいいですね。気持ちいいですね。温度は何だろう、15、6度かな。なんか見えるね。なんだ、ベンチか。第二ベンチだね。ちょっと豪華な感じ。いや、やっと来た。いいよ。重いっしょ。重い、めっちゃ重い。8時11分第2ベンチ着。では8時19分じゃあ第3ベンチにゆっくり行きたいと思います。やっと体が慣れてきた感じがするね。え、うん、足取りが全然違うよ、うん。うまい。マンゴー。うん。梅干しじゃないよ、プルーンだよ。うめ。一気に暑くなってきた。さあ、あとちょっとで第3ベンチですね。頑張りましょう。第3ベンチ前のやる気をなくす階段。こんにちは。じゃあ行こう。よし、この先だね、うん。よいしょ、よいしょ。おう、来たね。17分。第3ベンチ。ほら見て、ちょうど半分だよ。だいぶゆっくり休憩したんで9時34分ですね。次はね、富士見か、富士見ベンチ、行ってみたいと思います。どうぞ。今第3ベンチから5分ぐらい登ってきて、ちょっとね展望開けましたけど、あそこが町でも穂高かな、あの方ですね。遠くに見えます。夜景なんか綺麗な感じですね。
うめうまい。お、ベンチ発見。富士見だ。富士見ベンチ。長かった。10時48分。長い、400メートルだ。なんじゃそら。こんな感じですね。新しいベンチができてる。いやうん。もう2200まで来たんだね。10時58分。富士山が全然見えてないですけど、富士見ベンチから合戦小屋向かってきます。なんかこの階段上がると随分開けてるっていうか上がるんで、ちょっと期待が持てますね。行ってみよう。疲れんなこれは。やるね、本当に。さっきからやってくれるよ。ここはめげるな、この岩場は。意識がくじけるな。かかってきやがれって言われてるみたい。さあ、建物が見えてきた、うん、ちょうど11時59分だって、12時だね。よいしょよいしょ。ぴったんこお昼。合戦小屋に着きました。
え？象印って書いてある。なかなかレアだこれ。休憩。気持ち悪くてあんま食えなかったんですけど、12時40分。合戦小屋を出てですね、目的の円山荘に行きたいと思います。うわ、いきなり、体痛い。登りはいいっちゃな。合戦小屋出てちょうど30分ぐらいですね。天気がね、回復するかと思ったんだけど、全然、余計ひどくなっちゃった。真っ白。よし、出た。じゃあ、おお、わあ、三角点。ああ、ご設計がありますね。円山荘まで 1.3 キロ。ああ、ちょっと休み。じゃあ1時26分、円山荘に向かって出発です。うわ、目の前にはね、かなり設計を登る感じですね。はは、ぐちゅぐちゅじゃねえかよ。ぐちょぐちょ、気をつけてね。あ、結構長いな、距離。相変わらず何も見えないけど、さっき円山荘のスタッフの方が降りてきてすれ違ったんですけど、上は晴れてますよって。まあ、この雲の上でしょうね。だからあと100ぐらいかな、登ればいいんだけど。こっちも疲れちゃったね、本当に。またか。そう、雪はね、春先、残雪の登山いっぱいあったんで、雪もうめんどくせえんだよな。しかもこれ設計長えし。あと円山荘まで 400-500m かな。言葉になんないぐらいこういうの登ってきたんですけど、あそこに時折霧が晴れた時に円山荘の建物がちらっとこう現れるんですよね。で、こうあれを励みにこう登ってきた感じ。いや、目の前、円山荘。今日はね、テントを持ってきたんで、受付してテント張るんですけど、テント張ったら、はっきり言ってとっとと寝ます。晴れてきた。ほらほら、おい、つば九郎、つば九郎がちょうど今姿を現しました。つば九郎、ここに登るために今日やってきた。わあ、なんか天馬雪じゃん。おい、
これ、あ、違う。これが、え？いやどうもお疲れ様です。さあ名物おでんとビールです。来てよかったこれが塩山荘名物おでんです。